ショータイムジャパン95キロ級王座決定戦。重量級、それは日本人の体格にはフィットせず、常に欧米の後塵を排し続けている不毛の地帯。今大きな期待を背負う2人が王座をめぐり激突する。武田光三、小野寺力らを輩出し、現在は現役のラジャラムナンスタジアム認定王者石井宏樹を擁する老舗キックボクシング団体、新日本キックボクシング協会。その名門が自信を持って送り出す重量級ファイター、日本ヘビー級王者松本俊夫。一番初めてキックボクシングを見た人が、KO を見てインパクトを持ってもらって、また会場に足を運んでもらえるような試合を心がけているので、KO にはものすごいこだわりがあります。キックボクシング発祥のジム、目黒藤本ジムで鍛えた剛腕を武器に、この階級日本最強の名を欲しいがままにする37歳。現在6連続 KO 勝利中のさなか、キャリアの集大成へ向け、世界への切符を手にするためにショータイムルール出場を決意。自分と肘上げでやってくれるヘビー級のキックボクサーはもう日本中にいないんで、新しいのに挑戦してまた勝って、日本人でも重い階級でも活躍できる、この年37歳になっているのですね、活躍できる日本人がいるんだっていうのをちょっと見つけて、世界で戦っていきたいなって思ってます、はい。日本最強の証を手にし、ヒノキの舞台へ打って出る。うちのタトゥーはニコラさんの紋章。折れないとか壊れないとか、そういうふうに一目惚れした師匠ですし、この先もずっと自分の師匠なんで。対するは二冠を持て余した青い目の侍イズム、高一ペタス。世界の頂点です。現在2つの日本王座を保持するも、このところ圧倒的な実力差のため見合う対戦相手が見つからない男が格好の獲物を発見。当然ニコラス・ペタスの一番弟子が見据える舞台は世界。ビッグネームを倒し、その実力を大いに誇示する。今の日本人のヘビー級の中で見てもシェイプされてますし、スピードもあるし、自分の中ではすごい評価の高い選手ですね。速くて強い、攻撃力が全部強いイメージですね。光一さんが家に来てくれるんであれば、バチバチな盛り上がる試合になると思ってます、はい。KO で決着だと思います。日本人が常に新さんを舐め続けた重量級。しかし、この2人なら、ショータイムジャパン95キロ級王座決定戦、松本俊夫 VS 光一ペタス。